ゆきお姉さんです。さて、ここは恐竜のすごくリアルで大きな模型が展示してある太鼓レストラン酒場。ダイナソー、レストランなの？楽しみ。クイズをバンバン出していくよ。正解したらアニアをプレゼント。やったー。おー、たくさんいるね。あれ何？新作だよ。ふふふふ。ではいざ出発。入り口が口みたい。こっちが食べられちゃうみたいね。怖い怖い。はいはい、行くよ。二人とも、こらこら、気をつけて、足元気をつけて。我々探検隊はこの不気味な建物に入っていった。何かの視線を感じる。恐怖と緊張感が極限に達する。その正体は、ここはね、恐竜が大好きなお店の人が総工費1億円もかけて作ったレストラン。まるでタイムスリップした気分で美味しい食事が食べられるんだ。恐竜ライドもあってすっごく楽しいところなんだよ。まさか恐竜を食べられるの？なわけはありません。恐竜はもういないけど、美味しいお肉料理とかいろいろあるんだよ。ほら、うまそう。骨付き肉まで。これからクイズをやって正解したらアニアをプレゼント。よっしゃー。の他に、ん、正解したどちらかと私がこの美味しそうなお食事をいただきます。どっちが勝ってもお姉さんは食べられるんだね。今回は3択の問題だけじゃなく早押しクイズもあるよ。それでは恐竜クイズスタート。第1問、まずは早押しクイズ。イエーイ。ここにもいる角と大きなフリルが特徴のトリケラトプスですが、肉食？それとも植物食？お！じゃあ早かったタクヤくん、植物食！正解！トリケラトプスは植物食恐竜。正解したタクヤくんにはトリケラトプスのアニアをプレゼント。やったー、かっこいい。首も動く。第2問、次は3択問題だけど写真を見て早押しで答えるんだよ。よし、頑張るぞ。これから見せる3つの恐竜のうちスーパーサウルスはどれでしょう。早押しいくよ。写真オープン。一面がスーパーサウルス。はずれ。あれ？じゃあシオン君、答えは3番かな。正解。やった、サウルがスーパーサウルスでした。ちなみに首が長いから似てるけど、1番はブラキオサウルス、2番は海に住んでた首長竜でした。正解したシオン君にはスーパーサウルスとスーパーサウルスの子供のアニアをプレゼント。やった、親子。首が動く、尻尾も動く、おお、子供も動く。では第3問、
今度は三択問題。ここにもいる空を飛ぶ翼竜のプテラノドン。プテラノドンは何を食べていたでしょうか。1、魚。2、小型の恐竜。3、植物。さて、どれかな。空を飛んでたんだけど、海の方まで行ったのかな。2の小型恐竜で。僕は1の魚で。では正解は1の魚。やったプテラノドンの化石からは一緒に魚の骨がたくさん見つかっているの。だから魚をたくさん食べてたんじゃないかなって言われているんだよ。水面スレスレを飛んで大きなくちばしで魚をすくうようにして食べてたんじゃないかな。正解したシオンくんにはテラノドンのアニヤをプレゼント。やった翼が動く。ピューピュー。ではここでご褒美お食事第1弾。こちらダイナソー火山カレー。おー、美味しそう。美味しそう。食べたいね。ね。でしょう。たくやくんが1問正解、しおんくんが2問正解なので、しおんくんどうぞ。やったー。よし、いただきまんもす。うわー、火山みたいだ。いただきます。恐竜世界にタイムスリップ、いいな。いいだろう。すごい、すごい食欲だね。美味しかったね。うん。では第4問、早押しクイズ。よっしゃ。問題、写真を見て答えてね。この長くて鋭い爪が特徴の恐竜の名前は何でしょうか。おう、おう。では早かったシオンくん、答えは。わかりません。あ正解っていい。タクヤくんどうぞ。この恐竜はテリジノサウルス。正解。タクヤくんよく知ってたね。アニヤの新作だから知ってました。おー、さすがチェックしてるね。テリジノサウルスは植物食恐竜とも言われているんだけど、魚も食べていた肉食恐竜だったかもしれない。まだ謎が多い恐竜なんだ。正解したたくやくんにはテリジノサウルスのアニヤをプレゼント。やった、すっごい。いいな。初めて見たこういうタイプ。爪すっごい長いし鋭いよね。うん。では第5問、三択問題。問題。ここにもいるティラノサウルス、名前のサウルスの意味は何でしょうか。1、カエル。2、トカゲ。3、ヘビ。さてどれかな。皮膚がヘビっぽいから3のヘビで。トカゲっぽいしな。2のトカゲで。正解は2のトカゲ。よっしゃ。ティラノサウルスは古代ギリシャ語を組み合わせた言葉なんだ。ティラノは暴君、サウルスがトカゲ。恐竜は確かに爬虫類に似てるもんね。正解したたくやくんにはティラノサウルスのアニヤをプレゼント。恐竜の王様ティラノサウルス、かっけー。口も動くし足も動く、そして尻尾も動く。さて第6問いくよ。
よっしゃー。問題、三択問題。このモササウルス、どこに住んでいたでしょうか。1、湖。2、沼地。3、海。さて、どこかな。映画に出てきたよな。1の湖で。3の海です。おお、たこやくん自信満々だね。はい、正解は3の海。当然です。正解したたこやくんにはモササウルスのアニヤをプレゼント。海の王者モササウルス。すごいよね、すごい迫力あるもんね。尻尾が細かく動くんだ。そう、すごいね。ではここでご褒美お食事第2弾、イエーイ。こちらアンキロサウルスプレート。おー、うまそう。美味しそうでしょう。ここまでタクヤくんが4問正解、すごい、シオンくんが2問正解だから、タクヤくんどうぞ。やったー、アンキロサウルスっぽい。いただきます。いいな。中ソーセージなんだ。ホットドッグっぽい。もう美味しいよ。すごい食べっぷり。幸せ。ホット。問題、三択です。ここにいるスピノサウルスから問題だよ。二人を後ろ見ちゃダメだよ。スピノサウルスの歯はある生き物にとてもよく似ています。その生き物は何でしょう。1、ワニ。2、ライオン。3、オオカミ。さて、どれかな。なんか口が長かったような。じゃあ1のワニで。わあ、取られた。じゃあ3のオオカミで。おお、では正解は1のワニでした。やったー。ほらほら見て、似てるでしょう。すごい似てる。すごい。では正解したシオンくんにはスピノサウルスのアニヤをプレゼント。うわー、かっこいい。口も動くし尻尾も動く。すごい。8問目、3択です。この写真を見てください。これはタルボサウルス。じゃあ問題いくよ。タルボサウルスが生息していたのはどこの地域でしょうか。1、ヨーロッパ。2、アジア。3、アメリカ。全然わかんないから、1のヨーロッパで。僕もわかんないけど、2のアジアで。正解者がいます。え、嘘。正解は2のアジアです。やったー。タルボサウルスはアジアのティラノサウルスとも言われる肉食恐竜なんだよ。正解したタコヤくんにはタルボサウルスのアニヤをプレゼント。やったー。これもアニヤの新作なんだよね。すごいかっこいいし色もすごい。やっぱこう見るとティラノサウルスとも似てる。ほら、ほんとだ、すごい似てる。第9問目、ここにもいるベロキラプトルから問題だよ。お、問題、早押しクイズ。きたきた。全長2メートルほどあるベロキラプトルですが、肉食恐竜？それとも植物食恐竜？早かったのはシオンくん。
肉食恐竜。正解。やったー。ベロキラプトルは小柄だから素早く動いて、あの鋭い爪で獲物をザクって切り裂いていたと言われているの。正解したシオン君にはベロキラプトルのアニア、そしてベロキラプトルワイルドバージョンのアニア2体をプレゼント。どっちもかっこいい。さて、いよいよ最後の問題です。お、どちらがお姉さんと共に美味しいお食事ができるでしょうか。負けねえぞ。負けないぞ。では問題、3択だよ。恐竜の子孫として生き残っていると言われている生き物は何でしょうか。1トカゲ、2鳥、3ライオン。さてどれかな。2の鳥です。え、違うでしょ。1のトカゲです。いや鳥。いやトカゲ。鳥。トカゲ。鳥。トカゲです。正解は鳥。当然です。確かに恐竜を骨から復元してみると爬虫類に見えるんだけど、実は鳥の祖先と言われているの。正解したたくやくんにはティラノサウルスのなんと羽毛付きバージョンをプレゼント。やったー、かっこいい。いいな、すごい肌触りがすごい、毛が生えてるかもしれないよ。やっぱり本当はこうだったのかもね。確かに。でも恐竜は骨しか残ってないから、まだ本当の姿は謎なんだよね。では恐竜クイズの結果を見ていこうかな。たくやくんが6問正解、しおんくんが4問正解という結果なんだけど、せっかくだから3人でダイナソーの美味しいごちそう一緒に食べよう。よっしゃー。ではいただきます。これが食べたかった太古の骨付き肉。美味しすぎてボルケーノ。まさに恐竜祭りや。みんなも博物館とかに行ったり、アニアを集めたりして、もっともっと恐竜を好きになってね。それではバイバーイ。バイバーイ。あ、ダメだ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 。じゃんけん、やったやった。